アイラ・ヘイズ、アイラ・ヘイズ、IRA ・ヘイズ、1923年1月12日から1955年1月24日、またはアイラ・ハミルトン・ヘイズ、IRA ・ハミルトン・ヘイズとはアメリカ海兵隊の軍人である。妖島の戦いでイスリバーチさんに成城期を掲げた6人の兵士の一人であり、6人の中で唯一アメリカ先住民族であった。アイラ・ヘイズ、 以下、アイラとシルスは、1923年1月12日に、アリゾナ州、ピナル郡で生まれた。保留地での小学校を卒業後、アイラは、全寮制のフェニックスインディアン学校に入学した。後年、硫黄島の成城期の著者が、アイラの肉親にインタビューを行ったところによると、アイラは、幼少の頃より科目で物静かな人物であったという。 1942年9月19歳の時サンディエゴで海兵隊に入隊する基礎訓練を行った後海兵隊落下山学校に入学し11月30日に合衆国海兵隊落下山兵器賞を獲得するそのためアイラはピマ族として初めて落下山学校を卒業した人物となった1943年3月14日アイラは ニューカレドニア島に到着する。ここで最終的な訓練を行った後、10月にベララベラ島、12月3日にはブーゲンビル島に上陸した。これがアイラにとって初の実戦参加となる。その後アイラは1944年1月中旬にブーゲンビル島を離れ、2月14日にサンディエゴに到着している。サンディエゴでアイラの所属していた。 落下三大隊は解散となり、全員に三十日間の休暇が与えられたため、アイラはこの間に帰省している。1944年3月、休暇を終えて期待したアイラは、第五海兵士団に転属となり、半年間で訓練を行った。部隊は、その後九月十九日にサンディエゴを出港し、十月にハワイ島のに到着して、ここでさらに実践的な訓練を行った。 1945年1月、アイラの部隊は、硫黄島の戦いに参加すべく、パラワ基地を出発した。途中のテニアン島で、上陸演習を行った後、2月19日に、アイラの部隊は、硫黄島に上陸を果たした。上陸から3日後の1945年2月23日、フランクリンス・スリー、ジョン・ブラッドリー、ハーロン・ブロック、マイク・ストランク。 レーニー役の女と共にアイラは、伊王島南部のすり鉢山々に、星条機を掲げた。伊王島の星条機の写真が、アメリカ本土で話題になっていることも知らないまま、アイラは3月26日まで、伊王島で一兵卒として戦い続けた。伊王島の星条機の写真を見た、フランクリン・ルーズベルト大統領は、写真に写った6人の海兵隊員を、 国際のキャンペーンに使うことを考え、すぐに6人を呼び戻す、よう大統領命令を出した。その結果、最初に身元が判明したのは、レイニー・ギャグノン、以下、ギャグノンとシルスであった。ギャグノンは、残りのメンバーの身元も明かすように命令を受けたが、アイラは自分の名前が出ることを懸念して、ギャグノンを脅迫した。そのため、ギャグノンは自分を含めた5人の名前を明かしたが、 アイラに関しては言及しなかった。しかし4月7日にワシントンに到着したギャグノンはすぐに海兵隊司令部へ連行された。司令部でギャグノンは厳しい尋問を受け最後の一人を言わないと軍法会議にかけると言われたためにギャグノンは辛そうな様子でアイラの名前を明かした。海兵隊司令部はこの翌日に正常期を形容した6人の名前を公表し 6人の名前はアメリカ全土で大々的に報道された。4月9日にはアイラの舞台にもその知らせが届き、4月12日にアイラの乗った輸送船がハワイ島の広に入港すると、アイラは舞台と別れて4月15日にワシントン行きの輸送機に搭乗した。4月19日、アイラはギャグノン、ジョン・ブラトリーの2人とワシントンで再会を果たした。 アイラは、ジョン・ブラッドリーに対しては以前と変わらずに接したが、ギャグノンに対しては冷たく接するようになった。なお、この日から彼ら三人は、財務省の管轄に移った。翌四月二十日、三人は、ハリー・トルーマン大統領とホワイトハウスで面会を、果たした。三人はこの日、大統領と面会後も、上院議員や下院議長との面会や、議事堂での昼食会。 夜はグリフィススタジアムで野球観戦など一日中スケジュールに追われた。その後3人は5月9日から始まる第7回国際ツアーに参加することになった。一行はニューヨーク、シカゴ、デトロイト、インディアナポリスなどを巡ったが、その途中の5月19日、シカゴのソルジャーフィールドでの国旗掲揚セレモニーの前に、アイラは姿を消してしまった。捜索の結果、 翌日のセレモニーが始まる、数時間前に繁華街で、泥酔状態のアイラ警察が保護したが、アイラは本番の国旗掲揚の際に立っているのが、やっとという状態であった。この様子を客席で見ていたアレクサンダー・バンデグリフト、海兵隊司令官は激怒し、5月24日に、バンデグリフト時期時期の命令書が、アイラの元に届いた。その命令書によりアイラは、 国際ツアーへの同行をやめさせられ、現代の E 中隊に戻されることになった。この翌日、アイラは一行と別れて、ただ一人サンフランシスコへと向かったが、この日の新聞にはアイラは、自らの希望でまた海外に行くことになったと、報道された。アイラは、その後、ハワイのタラア基地で現代に復帰した。1945年9月にアイラは日本で占領軍として勤務した後、 10月25日に日本を経った。11月9日に船はサンフランシスコに着き、12月1日にアイラはサンディエゴで除隊した。除隊後のアイラは故郷で日雇いの仕事をして暮らしたが、やがてイオ黄島のヒーローとしての重圧から先に溺れるようになり、留置所を出入りするような生活を送った。1946年5月、アイラはハーロン、 ブロック以下、ハーロンとシルスの実家のあるテキサス州へヒッチハイクで旅に出た。3日後にハーロンの実家を探し当てたアイラは、ハーロンの父に国旗慶揚の際にいた6人のうちの1人はハーロンであったと告げ、これを聞いたハーロンの両親はすぐに海兵隊司令部に手紙を送り、8ヶ月後に写真の6人目はハーロンであると正式認められた。その後アイラは、 様々な行事や映画、洋刀の砂の撮影には出席したが、それ以外の時は以前と変わらない生活を送るようになった。アイラは1950年頃にシカゴに移り、工具の研ぎ師として工場で働き始めた。アイラは当初は真面目に働いていたが、ある日の社内法でアイラが洋刀のヒーローであると報じられた。これ以来、アイラは社内で有名人となるのだが、 周囲の注目を集めるようになると再び酒に溺れる、生活に逆戻りし、最終的には会社を辞めることになった。1953年9月、アイラは子供の逮捕で留置所に入っている時に、シカゴサンタイムズの記者に写真を撮られ、その様子が代々的に報道された。さらにシカゴサンタイムズは、アイラヘイズ基金を設立し、アイラをアルコール中毒から救う活動を始めた。 この活動はタイム誌などが報道したために全米に拡大し、結果的にシカゴサンタイムズの売り上げに大きく貢献したとされている。留置所から釈放されたアイラは歌手ディーン、マーティン夫人のお抱え運転手兼ベビーシッターとしてビバリーヒルズで働き始めた。ここでもアイラは真面目に働いていたが、10月にアイラは酒によって 道に迷っていたところを警察に逮捕された。夫人はアイラをサナトリウムに入れて療養させ、療養後に仕事に復帰させたが、その一週間後にアイラは再び警察に逮捕された。この時アイラは、判事から、懲役刑か、アリゾナに帰るかの選択を迫られ、校舎を選択した。アイラは、バスターミナルまで見送りに来た警官と夫人に涙を流して、別れを告げ、故郷に帰った。 1954年11月10日、この日アーリントン国立墓地で合衆国海兵隊記念碑の除幕式が行われることになった。この除幕式には、写真の関係者が一堂に会し、生き残ったアイラ、ギャグノン、ジョン・ブラッドリーの3人と戦死したハーロンたち3人の遺族だけでなく、写真を撮ったジョーロー・ゼンタールやバンデグリフト前、海兵隊司令官も呼ばれてい。 そしてこの時が生存者三人が顔を合わせる最後となった。1955年1月24日朝、アイラは遺体となって発見された。死因は過度のアルコール摂取による事故死とされた。1月25日の葬儀には約2000人の人が参列し、アイラの遺体はアリゾナ衆議会議事堂でしばらく安置された後、アーリントン国立墓地に埋葬された。 その際には、ギャグノンも3列した。1964年に、カントリー歌手のジョニー・キャッシュは、アイラの人生を題材とした、という歌を歌った。後に、ボブ・ディランもこの曲をカバーした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。